スライム倒して300分本土帰りです。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら。二人の常識すり合わせチャレンジ。お題として数字にまつわる質問が出されます。二、人がぴったりの同じ数字を出せれば成功だって。2問中1問でクリア。なるほど。はい、お風呂の適温といえば。もうこれは私はこの温度で入ってるっていうのを言うね。そうだね、うん、せーの42度。おーやったー。まあ大体このぐらいですかね。もう一問やりますか。よく寝たなーといえば何時間。よく寝た日でも ね寝すぎでもなく、うん、はい、せーの8時間。あー悩んだよね。8か9でも1個正解したから、正解ですからね。ありがとうございます。そして本日は第5話の放送日、どちらもよろしくお願いいたします、うん、ということでまた明日も聞いてね。バイバイ。